ジムクレーマーが保有している全35名柄の最新情報彼が解説していましたのでご紹介します。世界の時価総額ランキングナンバーワンのアップルから。この株を買うには悪くない時期だとジムクレーマー。アップルの高収益に貢献しているサービス収入の主役アップストアは好調です。iPhone の販売も安定しているようだ。Vision Pro ヘッドセットは目を見張るような技術だが、今のところその高価格が普及を制限しているとジムクレーマー。 こちらは半導体大手のア d バンスマイクロデバイスです v i 第2期決算が8月1日に控えている今、AMD への追加投資を進めるのは戸惑うとジムクレーマー述べています。前回5月上旬の AMD の決算では弱いガイダンスにより株価は急落。しかし人工知能をめぐる盛り上がりの中でほどなく回復してきました。次にやってきたのが e コマースの大手 Amazon。Amazon のポジションを拡大したい投資家は今株を少し買い、7月27日の決算後に買いますことができる と述べていますこの戦略は理にかなっているとジムは述べています。 クラウドの AWS の成長が予想よりも早く再加速し株価を押し上げる可能性があるという風にも述べています。こちらは医薬品会社のボッシュヘルス。経営難に陥っているボッシュヘルスの株を買うには目先の未解決問題が多すぎるとジムは警戒しています。リファキ市民特許訴訟が重要な懸案事項として残っている。しかし、この製薬会社がプライベートエクイティ大手から6億ドルの融資を受けることができたのは心強い兆候だと述べています。キャタピラー。産業界の 巨人であるキャタピラーの素晴らしい業績をを受け先週月曜日にキャタピラーーのポジジションを少ししし減らしたとジム・クレーマーしかし、キャタピラーは引き続きコアポジションであり、米国のインフラ支出に支えられ続けるはずだと述べています。ベアが再び株価を押し下げるようなら、売却した30株の一部を買い戻すつもりだ。次はコストコ。コストコは今年、安定した業績を上げている。しかし、例えば期待外れの月次売上高を報告した場合など、反落の可能性があることを念頭に 置いていいいいいてててるとと述べまますすそうなれば買買のチャンスだ押し目をジムクレーマー狙っています次は、セールスフォース。企業向けソフトウェアのプロバイダーであるセールスフォースは7年ぶりの値上げを発表したばかり。市場が買われすぎの領域にある現時点では投資家はセールスフォース株がその上昇分を戻すかどうか辛抱強く見守るべきだとジムは述べています。次に、エネルギーセクターからコテラエナジー。コテラエナジーはフォーアド利益のおよそ10倍で取引されており、ジムは同社を割安と見ています。 寒い冬が近づくにつれ天然ガス価格が上昇する可能性は小寺株を押し上げる要因だと述べています石油・ガス会社の株をまだ持っていない投資家はここでポジションを持つことを検討してもいいとジムは述べていますダナハー信頼性の高いダナハー4月下旬に通期ガイダンスを引き下げた同社は最悪期を出したかもしれないとジムクレーマー良い,い兆候の一つは新規株式公開市場が雪解けしダナハーの重要な顧客であるバイオテクノロジー振興企業の資金調 つが可能になりつつあること7月25日に発表される同社の業績報告が次のステップを決定する助けとなるだろうと述べています次の銘柄はディズニー次回の四半期決算が不調であればディズニーの株価は泥沼から抜け出せないかもしれないとボブアイガー CEO はリニア TV と ESPN の持続的な衰退に直面しながらもコストをコントロールしデジタルストリーミングを収益につなげようとしている同社がインド事業の戦略的選択肢を模索しているという 報道には元気づけられると述べています化粧品大手からエステローダー 現在の株価水準では投資家に購入を進めることはないとジムは述べています。2023年度第3四半期に大きな問題となったのがトラベルリテール事業、空港、航空会社、クルーズ、繁華街、国境沿いの店舗など免税店環境の世界をカバーしている事業です。このトラベル事業における在庫問題が完全に解決される可能性は低いということ、第4四,四半期にはさらなる低迷が予想されるということなんです。しかし最終的には中国経済が好転し、それに伴い 同社のの株株価価も好転すするるるととと予想されるため SD ローダーーダはホールドしているということなんです次に、エマーソンエレクトリック。エマーソンエレクトリックのナショナルインストルメンツ買収は、株価に利益をもたらしている。過去1ヶ月でエマーソンは約10%も株価上昇し、この1ヶ月で最もパフォーマンスの良い銘柄の一つとなったということ。それでも、ロックウェル・オートメーションのようなライバル企業よりも割安で取引されている。ジムはエマーソンは買いであると述べています。自動車メーカーからフォード、 フォードの基本的なビジネスには強気経営陣の2023年の調整後フリーキャッシュフロー目標である60億ドルは達成可能だと考えている。しかし、全米自動車労働組合との団体交渉が水曜日に始まり争いになる可能性がある。ジムは組合交渉の詳細情報を待ってからさらなる行動を起こすことができると述べています。フットロッカー、メアリー・ディロン CEO の再建戦略は当初の予想よりも成果を上げるのに時間を要するかもしれず。減配を含む 障害に遭遇すするる可能性もあるとジムは認めていますしかし、ディロン CEO の努力が最終的に同社の財務に現れることにかけている。GE ヘルスケア同社は MRI 装置など画像診断装置や機器を製造しています。例えば、アルツハイマー病患者がバイオジェン社の新薬を服用する際に使用されるもの。今のところ、これらの新薬は GE ヘルスケアの需要急増にはつながっていないが、この先商業的な成功があれば、それも変わるかもしれないと、ジムクレーマー。 スアルファベット。アルファベット。我々は様子見モード。株価は2023年の高値から6%下落しているが、それでも過去3ヶ月で12%も上昇しています。ジムは様々な規制問題が今後どうなるか、またコスト削減策が収益力向上につながるかどうかを見極めるまでは、株を買う気も売る気もないと述べています。 ハリバートン。石油サービス会社のハリバートン。現時点では、引き戻しがより良いエントリーポイントを提供するか、あるいは最近の上昇を続け、より良い水準で利益を確定できるかどうかを見極めるつもりだと述べています。ハニウェル・インターナショナル、新 CEO に就任したビマル・カプールは、今週初めに、賢明な、しかし、過小評価されている買収を行った。同社は、イスラエルを拠点とするサイバーセキュリティ企業、スキャダ・フェンスを買収したんです。しかし、ジム・クレーマーは先週水曜日に、同社の株価の1 部をををすすするることを選択市場が買われぎている中キャッシシュポジションをおよそそ10%までで増やしたそうですヒューマナ医療費の高騰や政府規制強化の懸念など複数の壁に直面しているヒューマナを買いますのは待った方がいいとジムクレーマー今後半年ほどはヒューマナにとって優しくない状況が続くかもしれないジョ,ジョンソンジョンソンタルク配合のベビーパウダーの発がん性をめぐる集団訴訟についてジョンソンジョンソンが提案した89億ドルの和解案の運命は 極めて重要な段階にある今行われている中皮種の24歳エモリー・ヘルナンデスをめぐるカリフォルニア州の裁判の決着次第かもということジムは裁判官がジョンソン・ジョンソンに不利な判決を下すことを恐れているということリンでこの産業ガスサプライヤーは年間を通じて史上最高値を連発し安定した業績を上げています投資家はリンを買うためにより大幅な下落を待つべきであるとジム・クレーマー イーラー・リリー。リリーのモンジャロが史上最も売れた薬になるとジムは確信しています。株価が下がれば、長期投資家にとっては有利に働くということ。メタプラットフォームス。メタは過去3ヶ月で40%以上株価は上昇し、年初来の上昇率を150%以上に押し上げた。この強さは7月26日に第2四半期決算を前に買いを推奨するのは難しいと述べています。 モルガン・スタンレー IPO 復活はまだ初期段階とはいえ苦境にあるモルガン・スタンレーの投資銀行部門にとっては素晴らしいニュースだとジム・クレーマー配当利回りは約3.6%で自社株買いも充実しているマイクロソフト AI の楽観論で今年はすでに約40%上昇したマイクロソフトそろそろ反落する可能性があるとジム・クレーマージムはおよそ10%の下落であればマイクロソフトを安心して推奨できると述べています NVIDIA ジムは NVIDIA の株価が10%程度下落するのを見たいと述べています。今年株価は3倍近くになっています。最近ではチップデザイナーのアームへの長期的な出資を検討していると報じられています。 パロアルトネットワークス。先週水曜日に株価が6%以上下落したサイバーセキュリティのリーダーは買いだと、ジムクレーマー。マイクロソフトが2つの新しいサイバーセキュリティ製品を発表したことで株価は下落している。しかし、売りの大きさは過剰反応だと、ジムクレーマーは述べています。パイオニアナチュラルソース。パイオニアは原油価格が下落してもフリーキャッシュフローを生み出すことができる。投資家は現在の水準で株を買うのが妥当だと述べています。 P&G。米国の差し迫った景気交代に対する懸念が勢いを失いつつあるように見える中、株価が堅調に上昇した。一株あたり152ドル付近で P&G 株の一部を売却。スターバックス。スターバックスはちょっとした苦境に立たされている。世界第2位の経済大国である中国の景気回復が予想以上に鈍いため、中国のストーリーが複雑になっていると、ジム・クレーマー。 コンステレーションブランス。ビールのメーカーである同社の株価は過去3ヶ月で11%以上も上昇。売りも覚悟しているとジム・クレーマー。スタンリー・ブラックデッカー。この工具メーカーの株価は過去1ヶ月で14%以上も急騰。約1ヶ月前に開始した少額のポジションを追加する前に株価が90ドル台前半まで下がるのを見たいとジム・クレーマー。 TJX Companies TJX は先週水曜日52週ぶりの高値をつけた。ジムは米国が景気交代を回避したとしても TJX のバーゲン志向の精神と質の高い商品は消費者にアピールし続けるはずだと述べています。ウェルスファーゴ厳しい業界環境の中で経営しているため短期的には株価の上値は鈍いかもしれない。しかし再建ストーリーは健在であり、同社は現在保有すべき銀行の中で最高の銘柄であると述べています。 ウィンリゾート、ラスベガス、ボストン、マカオの中国特別行政区での事業は好調だと信じている。しかし、カジノ大手のウィンリゾーツのポジションを増強する機会はまだ訪れていないと述べています。 こちらがジム・クレーマーのポートフォリオの一覧です。一番ポートフォリオのウェイトを占めているのがアップルの6%。次にウェレスファーゴの4.8%。メタ、モルガン・スタンレー、ダナハアルファベット、ウォルト・ディズニー、ジョンソン・ド・ジョンソン、ハニウェル、アマゾン、キャタピラー、コンステレーション・ブランズ、フォード、P&G、TGX ・カンパニス、エマーソン・エレクティック、リンデ、パロアルトネットワークス、エヌビディア、イ・ーライ・リリー、スターバックス、ST ・ローダー、ハリバートン、パイオニア・ナチュアルソース、セールス,フォース、マイクロソフト、ヒューマス。 ウィンリゾーツ AMD コテラエナジー GE ヘルスケアフットロッカーそして一番ポジションが低いのが最近購入したスタンリー・ブラックデッカーこのポートフォリオ年初来では16%今年は上昇していますちなみに去年は22%の下落そしてその前の3年間は20%以上も高パフォーマンスを出しています